ロースはインバウンド狙いやな、もちろんな。GoTo キャンペーン。で、こういったところって何が核になってるかって話もしたけど、それはこんだけの広がりある商店街。核もどうよ、何がシナプスですかみたいな分析になるよ。だけど、そうやない規模の街は、何が一番多くないんですかっていうとこから始めた。核もどうねってかもしれないし、まず奥の院から作らなきゃ商店街、繁華街もな、一番奥に何があんねんて、その奥の院に行くために人の流れが出てて、それが商店街になっていた歴史があるやん。無理やり作るもんちゃうの。中島のオリーブストリートの一番奥に何がありますかって言うた時に、あれ失敗作ってあれば奥の院がないからやね。実はお寺はあるよ、でもオリーブなんか関係ないお寺やねん。やったな、ゆかりの寺があったら見せること。そうじゃない、だから大須の真似しようと思っていきなり途方もない話考えるのも、大須の分析を参考にできるのやったら自分たちの町は奥の院なのかな。まあ大須とか柳瀬の前もめっちゃ素敵じゃないのかな、もちろんね。でもここはほんまに尊敬するべきよ。何したら絶対負けるよ。それも大須歩いたら分かるよ。うちの全然説明せんのよ。